くご協力のほど。それでは、はじめに富士交通経営会会長並び責任役員代表直屋文夫殿ご挨拶。おはようございます。おはようございます。東京の雨の中、大勢の皆様に準備をしていただきまして、皆さんの普段の何かがよろしいもので天気の方が急に良くなりまして、今日の開催も大丈夫だと思います。また、ただいまは本店にとって奥さんの平成28年と楽しい日でありますように、皆様方のご協力をお願いをいたしまして、簡単でございますが挨拶に変えさせていただきます。どうもありがとうございます。それでは、ご来賓の方のご挨拶をお願いいたします。三鷹市長、清原恵子殿。清原恵子です。下連雀八幡大神社の恒例の秋の例大祭、皆様の晴れやかな笑顔とともに、これから農業が始まるということで、市民の皆様の喜び、そしておみこし、太鼓のその運用によって励まされる元気に心から期待したいと思います。SK 会の名古屋会長さんはじめ、責任役員の皆様、そして実行の責任を担ってくださっているすべての皆様に、これまでのご準備に感謝し、本日が成功を引き進みますことを市民を代表して心から願います。日頃から三鷹警察署、三鷹消防署、三鷹市消防団の皆様に加えて、市民のボランティアの皆様によって三鷹市での犯罪の認知件数は減少傾向にありますし、さまざまな事業等が安全に行われています。けれども、ますます幅広い市民の皆様に安全で安心な三鷹のまちづくりを進めていただく上で、今日のおみこし、太鼓の塗料が、その心の一致を促すものと確信しています。お一人お一人の市民の皆様のご健康とご多幸、そして今日このお祭りを運営してくださっているすべての皆様が、市民の代表として、これからも三鷹市の安全安心のまちづくり、好環境好福祉のまちづくりにご協力いただければ心強いお願いでございます。それでは、今日はおそらく30度を超すことはないと思いますけれども、熱中症等にご留意されまして、適度な水の補給、休憩等を取っていただき、皆様のお力でこのお祭りを盛り上げていただきますよう、重ねてお願いしてお祝いの言葉といたします。皆様、本日はおめでとうございます。どうもありがとうございました。続きまして、東京都議会議員吉野俊明殿。皆さん、おはようございます。雨も上がって大変気持ちのいい状況だと思いますが、この八幡大神社の御輿、そして太鼓の塗料は近隣にも知られている大変勇壮なものでありまして、このお祭りで三鷹の元気を作り出していただいている、そう言ってもいいと思います。ぜひ担がれる方も、そして周りで
そのみこしを楽しんでいただく方も本当に素晴らしい思い出になるようなそうした祭りになりますことを心からお祈りを申し上げ、そして皆様の無事を合わせてお祈りを申し上げ、一言だけご挨拶とさせていただきます。今日おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、警視庁北川警察署長高山真上さん。皆様おはようございます。9月2日付で北川警察署長に着任をいたしました高山直也と申します。どうぞよろしくお願いします。本日は誠におめでとうございます。今日会見しますと皆様の笑顔をこの笑顔を絶やさないように庶民一丸となって安全安心な街づくりに全力で取り組んでまいりますのでどうかよろしくお願いします。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして消防庁北川消防署長秋間陽一殿。皆さんおはようございます。北川消防署長の秋間でございます。ご連着八幡大神社明太祭誠におめでとうございます。本日は北川消防団と連携して警戒を続けていきます。よろしくお願いします。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして来賓の方の紹介をさせていただきます。時間の関係上紹介だけにさせていただきます。JR 三鷹駅長坪井敦史殿。JR 三鷹駅長の平井淳と申します。どうぞよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ついに北川市議会議員尾形恵美子殿。おはようございます。ついに三鷹市消防団第6分団深田博士殿。おはようございます。第6分団深田です。よろしくお願いします。次に神輿大国交中会長小川和之殿。おはようございます。神輿大国交中の会長なんて初めの祭礼ですので、無事に頑張っていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは三鷹消防下文尺市長助長三好慎吾殿。おはようございます。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは大礼実行委員長谷合二郎殿、挨拶並びに注意事項をお願いいたします。皆さんおはようございます。今日は朝ずっと雨降ったんですけど、宮田署にこうやむということは、素晴らしい努力ができるんじゃないかと思っています。事故のない、けがのないようにですね、一つよろしくお願いいたします。紹介します。それでは、
一宮担当万能三鷹睦巳会会長半沢健二殿。よっ、三鷹弥生会会長村中正之殿、今日も人事よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではここで敗退をしたいと思います。解体の発生を加藤役にお願いいたします。橋本、はい、それでは申し訳ございませんが、そこに置いてありますので、それぞれ準備していただきたいなと思っております。